ベンハミン・ホセ・モリーナ・マッタは、プエルトリコバヤモン出身の元プロ野球選手。ウトウミギウチ。二人の弟、ホセ・モリーナは、タンパベイレーズなどで、保守、ヤディアー・モリーナは、セントルイス・カージナルスの保守と、三兄弟とも、メジャーリーグで保守を務めている。ヤディアー・モリーナ兄弟選手としての記録も参照。1993年に、ドラフト外で、 カリフォルニア・エンゼルスに入団。1998年にメジャー初昇格を果たし、2試合に出場。メジャーデビューから2年後の2000年からレギュラーに定着した。2001年に実定のホセモリーナがマイナーから昇格し、ベンジーが正捕手、ホセが控え捕手として兄弟揃って同チームに所属することとなった。翌2002年にはチームは、 ワールドシリーズ制覇を成し遂げ、これまた兄弟揃ってチャンピオンリングを獲得した。2005年オフに1年500万ドルの契約を結び、トロントブルージェイズへ移籍した。ブルージェイズでも、正捕手の座を維持し、自己最多の19本塁打を記録するなど、活躍、長らく、ニューヨークヤンキースとボストンレッドソックスの2強が、続いていたアメリカンリーグ東地区において、 久々のチームの2位進出に貢献した。2006年オフには3年1600万ドルの契約を結び、サンフランシスコジャイアンツへ移籍した。ここでも聖保守として活躍し、自己最多タイとなる19本塁打、自己最多の81打点を記録した。2010年7月1日にクリスレートのトレードでテキサスレンジャーズへ移籍した。同年限りで引退。 2012年12月14日、三男、ヤディアーが所属する、セントルイスカージナルスの打撃コーチ補佐に就任。2013年のオフに、フルス、レンジャーズの一類ベースコーチに就任し、2014年シーズンの1年間、務めた。守備では、強権で、2002年と2003年の盗塁阻止率は、449と、444であり、共に、 リーグ1位。この2年でゴールドグラブ賞を獲得。晩年の阻止率は2割台前半まで衰えたものの、通算はメジャー平均を上回っている。ただし、3兄弟の中では一番下の阻止率である。打撃は早打ちで、2007年と2009年にはな、リーグ規定打席到達者で最小の支給数を記録するなど、死休、三振とも少ない。 また非常に足が遅いことでも有名である。2006年にスポーツイラストレーテッド氏が実施した選手へのアンケートでも足が遅い選手部門で2位に8倍もの差をつけて1位に選出されている。上記の通り、ドンん底で有名であるが2010年7月18日のレッドソックス戦でサイクルアンダーを達成した。ありがとうございます。